はい、皆さんこんにちは、ニッシーです。今日はですね、プラグ&プレイ2のね、山陽新幹線編やっていきたいと思います。で、ダイジェスト版の岡山から広島ね、やっていきたいと思います。ゼロ系こだまですね、 R のこだま、約40分でね、終わるダイヤとなっています。で、始業検査 OK。 信号30、新倉式1番乗り場こだま号広島行きが発車いたします。で、支店はこの支店からで行きます。お見送りの方は、これね、三好のって書いてますね、あの弁当屋さんね。ドア閉まります、ご注意ください。カメラ持ってる人いますね。信号70。三好のってなんか百人衆であったよね。三好ののっていうのが上の句で、ふるさと寒く衣打つなり、ふるさとからは確か下の句だっていうような気がする。でもあれ確か奈良県の歌だったような気がするんで、あ、でも確か全然違うもんね。今はだって岡山だ。いや、カメラ持ってる鉄道マニアさんもいますね。ゼロ系ですから。ありがとう、ゼロ系ってね、ありがとうって言わないとダメです。やっぱね、ラストランはそういう風に言わなきゃ、叫ばなきゃいけないみたいで。新倉敷行ったことないですね、新倉敷。まあそりゃそうなんだけど、九州行っても飛行機で行っちゃうからね。この電車は小玉号、飛行機の方が安かったりするんだよね、早く予約するとね。79分。続いて車内のご案内をいたします。13秒。で、こっからスピードを上げていけばいいんだよ。ああ、いい傾きですね。カントレールってやつですね、鉄道模型で。さあ、120。まあ、この辺かな。あんまりスピード出してもしょうがない気がする。もう右下は線路ですね。結構工事車両とか止まってます。ダイジェスト版は短くなってんだよね。だから子供向けだったらダイジェスト版だけで遊ぶっていう、7通りのダイヤで遊べんじゃん。信号220。ゼロ系185キロ、低速ポイント。185キロ、185系って言ってる気がする。この辺で、あー、ダメだ、難しい。このゼロ系もね、プチ電車シリーズでありますよね、ゼロ系ね。あの緑のラインは入ってないけど、3両セットで。なんかプチ電車シリーズもリニューアルしましたよね。ちょっとパッケージが変わったっていうかね。まあ、あれすぐモーター壊れるからね。久しぶりに走らせるともう、ダメっていうね。モーター壊れちゃう。モーターが壊れてるのか、まあ、ちょっと動かしたりすれば走るときもあるんだけど、壊れやすいんで。あ、いいですね。これだけゼロ系あるとね、いいね。大宮の鉄道博物館行かなくても大丈夫。まあ、そんなことはない。大宮鉄道博物館ゼロ系ね、展示してますから。信号170。
今年大宮鉄道博物館行かないで終わりそうだな。年に1回来たの？停車場接近、新倉敷停車1番線 B 表なし。まあこんな感じだね。信号170、信号170、信号170か。信号70、ご乗車ありがとうございました。まもなく新倉敷です。降り口は左側です。1番乗り場に止まります。お忘れ物、落とし物などございませんように。6両編成、8両編成、1、2、お、光レールスター、はい、レールスター、レールスターってね、やっぱラストランのね、鉄道マニアさんはね、こうやってね言わなきゃいけない、先頭車で騒がなきゃいけないっていうね、なんかルールがあるみたいで、ね、横浜線のラストランの時もなんか東京メトロの8000系がいてね、はい、8000ってやってました。信号30、やっぱね、やっぱ違いますね、鉄道マニアさんね。俺も0系です。新倉敷停車、編成64、まあこれぐらいかな、停止位置26、確認よし。ちょっと早いかな、あと20いいか、大丈夫か、あと15秒。これで4、3、2、あーちょっとスピード落としすぎた。おーでもグッと、ゼロ系ですね。あれもゼロ系だよね、左ね。停車、定着、どじめ滅。あれは通過待ちしてんのか。結構静かだね。新倉敷、新倉敷です。さあ何点？おお119点。じゃあ合格だ。停止位置27点。次は福山ですね。発車ベル。ラストランの時はね、ドア閉まっただけでもウェーイって騒がなきゃいけないっていうね。でもまた鉄道マニアさんのルールっていうか掟がある。発車ベル長いね。あ、どうしまった、イエーイってやんなきゃいけない。はい、出発進行。ブレーキ完開、新倉敷発車、停発、新倉敷福山間徐行ノッチ制限確認。次は福山、徐行ノッチ制限ともになし。福山雅治ね、福山って、あと昔楽天のピッチャーで言いましたけど、福山って、なんか北島三郎さんに似てるっていうんで、サブちゃんっていう愛称で呼ばれてたみたいですけど、ね、すごい中継ぎでね、なんか毎年50試合以上投げてたピッチ印象がありますね。結構タフなピッチャーで、かなり、ベイスターズにもいたんだけど、最初ベイスターズでプロ入ってきてね、楽天に行ってから開花したのか。さあこの辺でどっち1にして、右側何線なんだろう、右側の線路わかんない。信号220、信号220、どっち10でいいの。ダイヤによってなんか飛行機飛んでたりするんだよね。確かプレステ版だったかな、飛行機も飛んでると飛んでるのが見れる時があるんだよね。楽しいです。
大宮鉄道博物館の0系もね、なんか駅のホームがあってそこで展示車両があるっていう、なんか駅の案内板も昔っぽい雰囲気でねありましたけど、これ6両編成か、8両じゃない、どっから出てくる、そして、あ、そこで左から走ってくる、まあ視点がねちょっと意味不明な時もあるけど、ああいいね、早いね、ああ205キロ、さあこれ難しいね、205はこれでいけるか、ああ落ちる、上がってくれない、あ、おお、ぴっとり取れた、難しいんだよこれ、あ、もう駅に着きます、まもなく福山です、お、500系、ラストワンはね、そうやって叫ばなきゃ、ね、信号170、ちょっと言いづらいね、100系だ、100系だったら言いやすいけど、停車場接近、福山停車1番線 E 表あり、信号170、信号70、ご乗車ありがとうございました、まもなく福山です。降り口は左側です。1番乗り場に止まります。お忘れ物、お取り物などございませんように、ご注意ください。あ、大丈夫だね。この道です。OK。あ、福山ですね。福山、福山、福山って。ラストランの時はね、駅名連呼しなきゃいけないんだよね。ラストランの時はね。あ、そういう掟があるんですね。で、警笛鳴らすと、イエーイってね、警笛鳴らすとなぜか、ラストの時はね、鉄道マニアさん騒ぐっていうね、掟がある。やらなきゃいけない。で、あと30秒。ちょっと早いか、もうちょっとスピードとしても大丈夫、あと20秒、あと20秒、やべえなこれ、 8キロくらいまで落として、あ、多分これで大丈夫だね、あと10秒、6、5、4、3、あー余計なことやっちゃって、だいぶ手前止まったね。うわ、これ100点いかないんじゃない？ああ、108点だ。あれで108点なんだ。ありがとうございます。合格って。次は岡山。岡山じゃない。信用のみ。広島行きが発車いたします。もうはしゃべるなって言うんで、この先頭車は鉄オタ専用車両ですって言わないとダメだ、これ言わなきゃいけないですね、ラストランの時はね、アキレってものがいませんけどね、信号70、そう、はしゃべるなってます、あ、通しまった、イエーイって言わない、はい、閉じめで出発進行、え、急に70キロ、発車、低発、福山新尾道間、旅行ノッチ制限確認、電車が発車します、旅行ノッチ制限、あ、今ちょっと撮り鉄が黄色い線からはみ出しちゃって今注意受けたかもしれない、ありがとうって言ってます、
乗ったことないけど叫んでます。さて、目標70キロか。まあ、68キロくらいまで出してノッチ2でも上がるね。さすがにノッチ3だと上がるのか。ああ、やっぱ上がんない。これぐらいでいいし。220。ああ、そっか、低速ポイント忘れてたよ。乗りたいと思うよね、これ。もうないけどさ、走ってないけど。お、ぴったり、ぴったしカンカンいけるか。お、ああ1秒、早かった。これどうもしてたんだ。左から出てくる。本当に景色を綺麗に映ってるんでね、わざわざウィーバン買わなくてもいいっていうことになりますね。まあウィーも結構中古で安いけど、ゲームソフトの方が高いんだよね。電車で行こう、山陽新幹線編。この前ブックオフで見たら 5000円ぐらいで売ってたかな。結構プレミアついてんの、ね。下り方面。おお、いい景色だねこれね。おお、向こう新幹線が走るっていうね。信号170。なんか速度の落ちが悪いな。ああ、下り上り勾配だから大丈夫。レールスター700系だっけ。何系だっけ。一番乗り場に止まります。お忘れ物、落とし物などございませんように十分ご注意ください。いや、新尾の道。次の停車駅は三原です。あ、これ B6 でも大丈夫だよ。あ、だいぶ早い。はい、これで勝手にスピード落ちていく。信号70。で、信号30になる。なんか所領地してる遅く感じるんで。あれは0K？ あ、100K だ。100K だって、人も 100K だと思うやん。 100K と 0K の区別がつかない。お、一輪さんもいるね。信号30。ちょっと早いか。あと20秒。15秒。5、4、3。よし。あー、0センチいったかなと思ったけど。新尾の道、いいですね。定着、閉じ目滅。これはいいですね。今度の電車ここから新尾道なんとかに止まりますって書いてあるな。なんて書いてるか分かんない。
新尾道。はい、116点です。新尾道です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、三原だ。一番乗り場、こだま号、広島行きが。はい、この車両は鉄オタ専用車両です。ご注意ください。下がれ。8キロもあるのか。しかし黄色い線までお下がりください。まあラストランだからこそね、静かに見守る、見守ってね、いつも通り走らせて、なんかおとなしく先頭車で騒がないでやっていった方がいいんじゃないかなって思うんですけど。出発進行。ブレーキ艦隊、新尾の道発車。零発。新尾の道三原間、徐行ノッチ制限確認。徐行ノッチ制限ともになし。まあ、あの緑の時計ね、なんか撤去するとかしないとか、なんかねニュースで騒がれてました。うん、時計ないのもね、確かに携帯見れば時計わかんだけどね、いちいち取り出してみるのもめんどくさいから、僕もいちいちスマートフォン 手に持って歩いてないからさ、ああいう時計ってね、あると便利なんだよね、やっぱり。あれもでも維持費とかかかんのかな、時計の修理とか、そんねえ、ちょっとどうなるかわかんないけど。まあ金はかかるよね、あれね。万が一壊れたらまた直さなきゃいけないし。京急だとね、昔あのポケット時刻表って紙でね、ポケットサイズの小さい胸ミニポケットに入るようなね、胸ポケットに入るような大きさの時刻表、紙、ちっちゃい紙の時刻表、前はね駅に置いてあったんです。でも今は置いてない、もう、ね、ネットで調べられるからね。もう紙の時刻表は廃止した。うん、昔ね紙の時刻表って結構、横浜市営地下鉄とかもあったしね、 JR は知らないか、 JR はなかったけど、今もう紙もかかるね、経費にかかるからね、コスト削減の意味も含めてね。おお、やっと取れた、奇跡。お、何系あれ、あ、700系だね、700系ってね。信号170。停車場接近。停車場接近。三原停車。6番線 B 表なし。OK。信号170。ご乗車ありがとうございました。信号70。三原です。降り口は。はい、三原、三原、三原。まあ新幹線の先頭車両で騒ぐ人はいないと思いますけど、でも特急料金が必要ですから。ああいう通勤型電車ってね、もう誰でも初乗り料金払っちゃえばね、誰でも入れちゃうからね、大騒ぎになっちゃうんだよ。イエーイってね、警笛鳴ったらなんかイエーイって言わなきゃいけないしね、忙しいんですよね。あれ、53件分です。
ふざけてる場合じゃなかった。信号30。あ、これで3、確認よし、OK、信号30。わ、時間早いな、やべ。ちょっと B6 にしてこの辺にしとかない。98、3、それでちょっと時間を潰して、あー止まっちゃったか、5秒装着。三原停車、停着、取り目。9センチだよね。でもまあこれでね、いいよね。バイジェスト版だと500系とかあるのかな、0系だけかな。三原、三原です。おー114点、ご乗車ありがとうございました。合格、はい、ありがとうございます。で、東広島、広島乗り場、児玉号、広島行きが発車いたします。右のの時刻表ってパタパタなんちゃら、ね、ご注意ください。お見送りの方は京急川崎駅にね、パタパタの案内板ありましたけど、あれもなかなかいいよね。京急って言えばあれのイメージある。いつだ、去年の2月か。去年の2月だかに亡くなったの。まあ、あれも昔はね、当たり前のようにやったからね、あのパタパタ時刻表ね。それが最後、京急川崎しか残ってなくてね。徐行、ノッチ制限、共になし。まあ、部品調達するのが、部品がないって言ってましたもんね。あれはなかなかね、大変だよね。東広島、北海道にも広島あったんだよね、初めて知って。あれ、日ハムのエスコンフィールドも広島でしょ、あれ。ね、北海道であり。あ、いい感じだね。低2ポイント。70キロ、スピード上がるんだ。4にして、この辺かな。 あ、いい。お、誤差ゼロだ。あ、下りだ。下りだから、まあ解除しといて、で100系だよ。お、4両編成、100系って言わない。信号220、なあ、この距離感からね、新幹線を眺めていい、100系にも見えるな、これ。お、レールスターだ。ああ、いいね、8両編成かな。かっこいいですね、やっぱり。まさかのサプライズで。こだまで行くと安いよね。のぞみとか光で行くより2、3000円安いのかな。今あるかどうかわかんないけど、プラットこだまっていうね、安く切符買えるのありましたけど、今あんのかな、ないのかな。
こだまは安いよ。自由席、指定席で行ったのかな、自由席行ったのかな。でも、こだまでね、行くは名古屋、東京から名古屋まで行ったのかな、それで。長かったよね、やっぱ。名古屋まで3時間ぐらいかかる。のぞみとかで行けば1時間半ぐらいで行くでしょ、あれ。あ、結構ね、止まっては通過待ちだし。あー、ダメか、失敗した。お、信号、停車場設計。信号170。シェコでも大丈夫。停車場接近、東広島、停車1番線、B 表あり。まあ、これで。ご乗車ありがとうございました。まもなく東広島です。信号170。降り口は左側です。信号70。信号70。早い。お忘れ物、落とし物などございませんように十分ご注意ください。次の停車駅は終点広島です。あ、これ700系ですね。お、すごいね、16両。はい、これで OK。 あ、下りだね。じゃあ68にしとくか。信号70。東広島、停車、編成6両、停止位置6、確認よし。この辺で、あー、ちょっと実感あるね。これも0系か。信号30。あと20秒。15秒。4、3。これで、あー、1秒到着。惜しい、惜しかったですね。定着北広島があるか。日ハムの球場かな。一軍の球場、確かエスコンフィールドって。こだま号広島行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りの方は黄色い線までお下がりください。約11キロですね。信号70があって220。信号70。はい、閉じめ点。閉じめ点。はい、出発進行。東広島発車、停発。東広島広島間徐行ノッチ制限確認。お、ゴミ箱ある。駅にゴミ箱今ないよね。昔は当たり前のようにあったっけど、今ないの。東広島終わって
いやまあ短いからいいや、ダイジェストのままで。下りだ、下り勾配どっちに、にしといて、お、220信号220、高架線もいいよね。 N ゲージでも高架線セットって言うけど13,000-14,000するもんね。さすがに買わないよね。またパワーパックとかも必要になってくるからね。あ、でもパワーパック2であるからいいのか。この辺で、あー150のダメだ、失敗。高架線じゃない、あのカントレール曲がると傾かの加藤の V11 のやつ、11セットのやつは持ってんだけど、あれでも中古で買ったのかな、ポチ、あのポチで買ったの5,500円で、あ5,500円安いなと思って、あれも普通にヨドバシとか見たら12,000-13,000円するから約 半分の値段で買えたんだけど、700系っぽいかな。あ、スピード上がる、上がるか、ここで。停車場接近のあれが来てるかな。信号停車場接近、広島停車11番線、停車場は今大丈夫、止まります。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。信号70、いよいよ終点です。お、コンテナがたくさんある。これでそのまま行くと。信号70、広島ね、まあ観光客が今いるからね。原爆ドームも大変、なんか1時間待ちとかあるらしいですね。信号30、信号30、あと30秒近くかかる。20キロで走っていく。信号30。あと20秒。あともうちょっと。OK。おお、来た。
ったり、最後の最後にグレート取れた。はい、長かったです。長かったって言ってもまあ30分。定着閉じ目メス、全国放送ありがとうございます。エンディングはゼロ系と一緒だよね。エンディングはこの前と一緒だったもんだよな。ゼロ系で遊んだやつ、1時間半やったやつ。広島です。ご乗車ありがとうございました。はい、合格ありがとうございます。あ、やっぱエンディングないんだ。ダイジェスト版だからないんだ。株式会社随機、これ横浜にあるんだよね。京急ミュージアムの近くで、でもそんな離れてないと思うよ。5分ぐらいで歩けんじゃない。いいとこに会社置いてるよね。まあ港未来に置いてるからね。確か港未来。やっぱ中国の方なのか日本の方じゃない方ばっかりだもん、名前がね。デジタルハーツってなんか聞いたことあるんだよな。多分これバグ調査でなんかアルバイトとか雇ってんじゃなかったかな。バグチェックのね、仕事とかってやってみたいなと思うけど、短期でもいいからっていう、ね、でもあれも目が疲れるよね。あれ画面とにらめっこでしょ、ずっと。なんかきついよ、ずっと机のままに座ってるっていうのはきついわな。でもね、あ、いいゲーム、いい商品作りましたよ。これはいいよね。ゲーム機もいらないしね。ただコントローラー買って、あの HDMI ケーブルと、あとケーブル、ただなんか AC アダプター、 USB でさせる AC アダプターだけ用意しておけば遊べるから。なんか iPhone の充電器持ってる人だったら、あの iPhone の充電のケーブルのとこ抜いて、そのプラグ&ペイついてくるケーブルをつないで遊べるんでね。それで電源入れることができるんで。もう115点だ。結構点数甘いな、ね。もう113点。ハイスコア更新。稽古玉で B ボタンだ。はい、これで、はい、 OK。 あ、ただセーブしただけか。特になんもないんだ。はい、ということでね、まあ、これでね、あ、星がついてますね。これが、星が1個ついてます。新大阪、広島。結構あるね、光レールスター。700系。500系はやっぱ運転できない。あ、あるね。これだ。これで遊ぶこともできる。で、これが、上りダイヤですね。下りだよ。下り1個何なんだろう、ね、開放条件が分かんないですけど。はい、ということで、まあ、とりあえずこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。